三船柔軟事件、三船柔軟事件は、第二次世界大戦末期、日本の幸福文書への調印予告、及び軍隊への停戦命令布告後の1945年、昭和20年8月22日、北海道ウルモイ沖の海上で、カラフトからの不助死を主体とする、引上げ者を乗せた、日本の船三隻、小笠原丸、第二号進行丸、台東丸が、ソ連軍の潜水艦、 ゴー、ゴーからの攻撃を受け、小笠原丸とタイト丸が沈没して1708名以上が犠牲となった事件を指す。三船遭難事件とも呼ばれる。1945年、昭和20年8月15日に、大日本帝国政府は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書への調印意思を連合国へ通達。翌日には各軍への停戦命令の布告及び、 武装解除を行った。これに対応し、イギリス軍やアメリカ軍は即座に戦闘行為を停止したが、8月9日に対日参戦したソ連軍はこれを無視し、当時大日本帝国領だったカラフトに侵攻した。ソ連軍の攻撃から避難させるため、大津都潮カラフト町長,長官は、長官命令で、婦女子や老人を優先的にに本土に送還させるためオードマリコーの小笠原丸 第二号進行丸、台東丸に分上させ、本土に引き上げさせようとした。1945年、昭和20年8月20日、引き上げ船の一隻である、低新省の海底ケーブル付設船も小笠原丸が、引き上げ車線500名ほどを乗せて、大泊まりから輪っか内に渡った。日本に到着したことや、嫌いの危険があることから下船するよう勧めがあったが、列車の混雑など理由に、 約600名の乗客と約100名の船員、軍人を乗せて、小樽に向かった。その途中の8月22日午前4時20分頃、マシケ沖の海上で、国籍不明の潜水艦の雷撃により撃沈された。乗員乗客638名が死亡し、生存者は61名だった。なお、資料によっては、死者は641人。 生存者は62人とされることもある。続いて午前5時13分ごろ、大泊からの引き上げ者、約3400名を乗せ、小樽へ向かっていた、特設砲艦、第2号進行丸、2700トンが、ルモイ沖北西33キロの海上で、国籍不明の潜水艦からの魚雷を右原戦争に、受け立て5メートル、横約10メートルの穴が開いた。 さらにこの直後に浮上した2隻の潜水艦により、銃撃を受けたため、やむなく、これに応戦した。同艦は1941年、昭和16年に海軍に徴用され、特設砲艦として、宗夜海胸筋で、機雷不設の任務についていた艦であるため、12センチ砲2門と25ミリメートル対空機銃の装備があった。戦闘後1隻の潜水艦が先行した後に、 大量の重油が浮き上がったのが目撃されており、ある程度の損害を受けたものと思われた。この攻撃によって、第2号進行丸は船体に大きな損害を受けたが機関に異常はなかったため、最寄りのルモ以降に入港した。船内で確認された遺体は229体。行方不明者も含めると400名近くが犠牲となった。同艦の反撃によって損傷した一隻の潜水艦は、 その後、宗谷海峡で沈没したと思われる。事件後、第二号新港丸は修理、改装され1966年、昭和41年まで国内で商船として使用され、その後パナマに売却された。同日午前9時52分、同様に大止まりからの引き上げ車を乗せて、小樽へ向かっていた貨物船のタイトー丸、880トンが、 北海道ルモイ小平町規制法25キロの海上において浮上した国籍不明の潜水艦の砲撃を受けた。動船には武装はなかったため戦時国際法に乗っ取り、白旗を掲げるも潜水艦はこれを無視し、砲撃は続行され、沈没、乗員乗客約780名中667名が死亡した。1974年、 昭和49年から5回にわたり、厚生省が海上自衛隊に依頼して、タイトマルの捜索を行ったが、成果はなく、捜索は断念された。事件後遺体が漂着した小平町に、タイトマルの捜索を進める会画で、1981年、昭和56年に、地元の漁船がタイトマルらしい沈船を発見。1982年、 昭和57年と1983年、昭和58年の社団法人全国、カラフト連盟の調査で、バッテリー、銃弾、茶碗などのタイトーのものと思われる遺品が引き上げられた。1983年、昭和58年に、参議院において、タイトーの創作と遺骨収集の促進に関する質問主意書が提出された。これによると、 今年の7月から8月にかけて、全国カラフト連盟は、タイトーマルが沈没したと見られる北海道ルモ用機で、独自の調査を行った。その結果、タイトーマルと思われる船体を発見した。船名の確認までには至らなかったが、機銃弾、時計、バッテリーなど数多くの貴重な異物を陸上に引き上げ、検討したところタイトーマルであることにほぼ間違いない、ことを裏付けたとして政府に、 同船の捜索と遺骨収集を求めた。これに対し当時の中曽根康弘総理大臣は、タイ丸の捜索に関しては、同船が沈没した海域の沈没船について、1977年、昭和52年7月に、厚生省が防衛庁及び地元関係機関の協力を得て、綿密な潜水策を実施したが、タイ丸であるとの確認ができなかったという経緯がある。 現段階では国の事業として再捜索を行うこと、また民間団体が自主的に行った捜索事業に国が資金援助することは困難あるとした上で沈没船がタ東丸であるとの確認ができれば今後残存遺骨の有無の調査等の対策を検討すると答弁した。翌1984年昭和59年8月5日から 北海道や全国カラフト連盟の協力を得て、厚生省が再調査を行ったが、遺体は発見されず9月28日に調査を打ち切った。蒸気三0を攻撃した潜水艦について、公式には今もって国籍不明とされているが、当時カラフトにはソ連軍が侵攻していた上、アメリカ海軍やイギリス海軍の潜水艦は日本の降伏宣言を受けて国際に乗っ取り、 軍事活動を停止し、同海域において軍事活動を行っていなかったために、事件直後からソ連の潜水艦であると推測されていた。戦後、当時のソ連海軍の記録から旧ソ連太平洋艦隊第一潜水艦艦隊所属の L-19 と L-12 の2隻の潜水艦がルモイ沖付近の海上で作戦行動についていたことが判明した。国籍を否した。 潜水艦は、巨来で沈没した船から海に投げ出された人々に、機銃装作を行いとどめを刺した。2007年、平成19年、カラフトの新聞、ソビーツキーサハリンの取材で、サハリン州公文書館から公開された資料によると、ソ連は、カラフトに続き、北海道北部を占領するため、狙撃部隊ニコシ団による止めへの、上陸作戦計画を立てていた。 この作戦の前哨として L-19 潜水艦、この年古艦長、L-12 潜水艦、シェルガンツェフ艦長の2隻は上陸予定地である、ルモリ付近海上で偵察と護衛の任務についていた。この作戦行動において3隻の船を攻撃、2隻を撃沈したと記録されている。作戦後、L-12 潜水艦は、ウラジオストク軍港に帰還したが、 L-19 潜水艦は、レブン島沖での通信を最後に、行方不明となった。旧ソ連軍の公式記録では、L-19 潜水艦は1945年8月23日、宗谷海峡にて、機雷により、沈没、乗員は全員戦死となっている。カラフト南方沖の二条岸付近で沈没したと思われるが、沈没の原因については、 第2号進行丸と交戦した時の損害とも言われ、半然としない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。